やってる、盗まれちゃうやろうよ。全然よくわかんないよ、助けてよ。勝っても負けても意味わかんないで終わっちゃうんだけど、助けてほしい。スバルちゃん強いって聞いたけど。あ、スバルちゃん来たー。やあね、全然よくわかんないんだけど、これ。あ、ごめん、スバルちゃんの声全然入れてなかったわ。おいねえ、恥ずかしいじゃん、そんなの。今入れたんやん。今入れたんやん。そんなのってないじゃん。ちょっと待って、はい、ちょっと一緒にやろうよ。いいよ、誘って。オッケー。実はスバル今さ、うん。コーラ飲みながらやってんだよね。事故ったらごめん。どういうこと？いいじゃん。大丈夫かな？なんかゲホーとか言ったらやばいかな。まあ、まあ大丈夫でしょ。言葉を濁すなよ。さ、太鼓の達人もさ、これもやんなきゃいけないからさ、2つやんの？そうそう、あやめちゃんいないから。あー、そっかそっか。え、そうそうそう、ちなみにどっちが本競技だったの最初？太鼓？太鼓太鼓太鼓か。じゃあちょっと教えますか。まじゅーい、任せろ。2期生の絆でしっかりとしていく、しっかりとしていくっていう、なんかその勝ちパターンみたいなのが何個かあるんよ、その大技出す、ね、そのパターンを調べて自分に一番向いてるパターンを見つけると勝ってるようになるかも。なるほどね。鼻大丈夫ですか？うん、大丈夫。大丈夫そう？うん、大丈夫。やがったじゃあ、ソワチ。はい。はい、何ですか？頑張ってね。ありがとう、スバルちゃん。なんとなくでも理解をしたわ。あ、こういうことねっていうのは。あ、またわからんことあったら聞いて。ありがとう、あの、塩を。何？敵に、なんていうの？塩。塩。いや、マジでこれ、スバルチームに帰ってさ、ボコボコにされてたとし、おら、お前何教えたんだよ。そしたらとは、スバルのこと守ってね。おい、Thank you for watching! Please subscribe and push good button! Thank you for watching always!